こんにちは、ドラムスキーです。今回は初代重心からの挑戦状の超究極、やっていきます。で、パーティーはこんな感じで、キラーモリモリの、まあ火力で押し付けてるいい感じでいこうとしよう。でうわー、終わった。はい、ということで、とりあえずロボキラー、入れていこうと思う。で、はい、こういきます。で、ロボキラー、アシュラだからロボキラー連れていけばまあなんとかなるんじゃないかなと思う。で、ノアパンが多分おそらく強いんじゃないかなと。ノアだったりとか、あとは、はい、で、こういきます。で、ノアパンの他にも多分この魅力だったりとか多分めちゃめちゃ強いだろうね。で、なんか勲章だったっけな、勲章をもらうにはその他4体入れれば、4体入れて勝つみたいな感じ、勲章だったかな。こういって入らなかったか。これで、で、ギミックがアンチブロックだけだったんですよね。で、さらにアンチブロック必須じゃなかったから、もしかしたらデクとかで使ってワンパンとかもいけそうだね。ただ火ダメとかめちゃめちゃ痛そうだね。なんか超究極のまあ属性効果アップ超アップって書いてたから。そしてこの回復めちゃめちゃうざい。はい、で、この玉この玉めちゃめちゃ硬すぎるんだよね。この玉の、これはこういきます。これで下がっていきます。はい、で、お、激変換パネル。これはこういって、まあ、こんな感じでとりあえず上に上がっていけっていうことだよね。で、次の魅力で多分右の反射員の方に入っていけばなんとかなるね。右か、とりあえず真ん中倒してまずここに入れってことだね。で、次のノアパンで、場所悪いなこれ。これでこういきます。で、これで、はい、で、どうやらツイッターで見たとこ、ラスゲがめちゃめちゃえぐいみたいな感じで書いてたんですよね。で、ラスゲが、はい、しまった。おお、で、で、ちなみに今これ降臨してる時間が、まあ降臨してる時間にもやってるんだけど、今22時の51分なんですよね。だからこれ負けたらもう終わる。だからこれ一発勝負なんですよね。初降臨、まあ今日だね。初降臨が11時までだから、もうほとんどもう時間ないね。これ負けたらもう終わりだね。これで倒しました。で、次が、これで
こういきます。これでわスピード足んねえ、スピード足らねえ、これは多分レギオン倒せってことだね。レギオン倒して、あ、なるほどね、レギオン倒せば弱点出ると。ロクドロマンは基本あの弱点出してくれるみたいな感じだね。これでこういきます。これでこれあれじゃない、普通にパワーアップオールを踏まなくても普通にいけるんじゃね。これでこういって、はい、それはあれあれですね、明日からアルファガチャが来るということで、いやーノンノアルファ引きたいわ。ノンノアルファ引いたらほとんどのクエスト崩壊するからね、やっぱ。これでこれでスピードアップします。で倒してねえ、倒してねえ、これはもう脱落でしょ。で次がカチも出てきたな。これは激種変換使ってプニを先に倒して激種変換して価値をやれっていうことだろうね。これはあドクロマン倒先にやんないとボス出てこないのか。はい、ええこのドクロじゃない、このブロックの大きさがちょっとよくわかんないんだけど、判定がこれはいけるでしょ。これはプニ当たって、はい、こんな感じで、レギオンはとりあえずまた弱点出してくれると思うから、魅力でとりあえず殴ればなんとかいけるんじゃない。これでこれも床踏んでるから貫通になって、反射になって、あ、やべ、そう考えたらあれだね、起きた、めちゃめちゃ強い。ガチャゲンももちろん強いのもあるんだけど、起きた、めちゃめちゃ強いのかもしれない。ちょっとやばいね、危険を感じるんで、ちょっとこれは使って強行突破するわ。こういきます、こういきます。これでもう一発殴れ殴れ、よし。でこれではまあ SS はもうポンコツだから、まあとりあえずレディション、はい、で魅力も打っちゃうか、使ってで、はい、あこんなもんか、やっぱパワーアップオール踏んでもやっぱこんなもんだな。はい、でこれペニやれないね多分。で次のノアパンでとりあえず上のペニは全処理はできると思うけど、下のレギオンが多分おそらくレーザー降ってくると思うから、おぶね。で魅力でとりあえずレギオン下の弾をやりたいから、これではい
で、モアパンでとりあえずパワープールで、これで次の起きたがで上に若干ブロックあるんですよね。だからこれでこれを利用してこんなか、おつえ、やっぱロボキラーやっぱ強いわ。ロボキラー、ここ普通に非属性キラーよりもロボキラーの方が強いね。これでこういって起きたってロボキラーの L だっけかな、めちゃめちゃ強いね。ワクワクつけて過激つけたら半分以上飛ぶよ多分。俺が、はい、でどうやらワンパンするにはホックスメタルも強いみたいな感じだね。このあと、このあとここかな、ここのあたりでなんかワンパンできるみたいな。これ上の激周辺カンパネルを利用して、あ、そうだったか、あ、失礼します。で、はい、やっちまったか、やっちまってないね。よし、で上のレーザーバリアなんちゃらかんちゃらのやつ、なんちゃらかんちゃらをとりあえず倒さないと、はい、届け、よし。で多分アシュラカイと、アシュラの弱点のとこに挟まればいいっていうことだね。これはこんと、これでこういきます。おお、おお、まあこんな感じで挟まればめちゃめちゃ強いみたいな、ワンチャンワンパンみたいな感じもあるよね。これでこういきます。お、強い。まあ実質マグメルみたいな、実質マグメルの出すゲみたいな感じだね今の。俺は無理あると思うんだけど、まあで、下のプに触ってから激周辺カン踏んで、これでガチ触って、はい、で次の起きたがこれもう踏んでるんですよね。だからスピードを足りれば上の激周辺カン踏んでプに行けばなんとかいけるんですけど、これでこんな感じで、いや足りねえかってか入れましたな。これはいけるでしょ、はい、でこのボスの即死めちゃめちゃ早い。これは、はい、お、結構入るじゃん。弱点倍率6倍だったんだけど、弱点じゃなくても結構入るね。これで、はい、あ、強い、で、
とりあえず使ってプニ2体倒して下も2体倒せばなんとかなんね。これでこういく。うわやっちまった、やっちまった。上2体1体残してる。でもこれは決して即死とかではないからなんとかなんね。めんどくせえけどこれはなんとこういって、これでプニを、はい、倒せました。で次の沖田で、これで、はい。で、次のノアパンがめちゃめちゃいいとこにいるんだよね。で、激戦変換飲んでるのにね、これで、火力が足りれば、これで、どうだ。うわ、倒せねえか。倒せねえか、やっぱ。で、ミロクで、とりあえず、無理やり下のレギオンを倒して、これで、はい、はい、はい。お?いいんじゃない?で、次のノアパン。ノアパンの SS が2体の残ってから、結構、これは勝ち方があるので。で、こんな感じに打って、こういきます。こういきます。で、2回殴れました。SS はまあ、あれだから、まあいいけど。右に行くのはこれで。はい。おう、おう。わ、やべ、ちょっとそれはまずい。うわ、それはまずかったな。ちょっと今のは狙いたかったな。これはちょっと。もう11時過ぎてるからね。やっぱもう降臨時間過ぎてるから、ここで勝たないと。こう。こう。で、貫通殴る。反射で殴る。こういって、パワーアップオールも。これは、あと2ターン。パワーアップオール踏んで、スピードアップして殴って、うやべ、それはまずいっす、それはまずいっす。これでなんとかいけるでしょ。はい、おし。やっぱ最適はやっぱ沖田だね。沖田のロボキラー L がめちゃめちゃここ活躍してるよね。それではごきげん。